皆さーん、こ、こんにちはーィーインデアのみやクルボーイ、金魚拓です。東日本大震災の未来を伝えいく伝承ロードがあるそうです。まずは、青森県は、八戸港体験学習館から始まって、岩手県は、えー、津波太郎観光ホテル、大土町文化交流センターおしゃっち、命をつなぐ未来館、東野市広報支援資料館、あとは、東日本大震災、 津波伝承館、岩手津波メモリアル、唐桑半島ビジターセンター津波体験館。あとは、リガスアーク美術館東日本大震災の記録と津波の災害史常時展示。気仙、宮城県気仙沼市東日本大震災移行伝承館。あとは、高野海館、南浜津波館、石巻南浜津波復興記念公園。 東日本、市津波防災センター、仙台3.11メモリアル交流館、石巻南浜津波復興記念公園、東松島市東日本大震災復興記念公園、震災遺構仙台市立荒浜小学校、津波復興記念資料館、売り上げの記憶名取市復興震災復興伝承館、 津波復興記念資料館。ゆりあげの記憶。もう言ったね。岩沼市千年希望の丘交流センター。名取市震災復興伝承館。山本町震災遺構中浜小学校。福島県相馬市伝承鎮魂記念館。東山大志が原子力災害伝承館。双葉インフォ。みんなの交流館。奈良葉カナビアスカナビバスカンバス館。 東日本大震災関係他にも岩木市地域防災交流センター久野浜大久触れ合い館あとは岩木震災伝承未来館岩木市ライブ岩木ミュージアム3.11岩木東日本大震災展があるんです新しい地図記号とした自然災害伝承碑としてこういうドアみたいなまあちょっと線出てるけどマークですね以上ですバイバイ